はぁ、最近のテレビがつまんない。最近のテレビは、どこも同じようなテレビでつまんないよな。そうそう、刺激的な番組ってないよね。昔のテレビは超過激だったよな。親に見るのを禁止されていた番組が、いくつかあっただろう。ああ、あったね。親に内緒で見てたよ。今日は昔懐かし、親に見るのを禁止されたであろう番組を6つ紹介するぜ。私が見てた番組は入ってるかしら。それでは、ゆっくりしていってねー。昔の番組といえば、やっぱりあれが多いな。あれとは？わからないか？あれだよ。あれ？エロい内容だよ。恥ずかしいから察してくれたまえ。あーはいはい確かに。11PM って知ってるか？1965年から1990年まで放送されていた深夜番組だ。25年間も放送してたの？すごい長寿番組ね。深夜番組ということは、エッチな内容だったのね。日本初のお色気深夜番組で、時事系など硬派な内容からお色気内容まで扱ったぜ。深夜番組といえばお色気のイメージだけど、その元祖だったのね。当時は深夜番組は不毛の時間帯と言われていてな。11PM は、それを開拓するための切り札だったぜ。だからお色気の力を借りたのね。いや、最初は時事問題を取り上げる硬派な番組だった。それで視聴率が取れないから、テコ入れしたんだ。お色気は視聴率を救う。で、どんな風にお色気なの？人気コーナーが、裸のヨガだ。女性が全裸で、海岸でヨガをする。匂わせお色気じゃなくてガチか。ガチなやつだな。で、でもさ、ヨガって際どいポーズするよね？前が映るときはトップレスだから大丈夫。あかんて。あとは、秘湯の湯って企画もあったぜ。温泉紹介コーナーだ。おお、いいじゃない？ウサギちゃんと呼ばれる全裸に近い女性リポーターが紹介したぜ。お父さんが好きなやつだ。秘境の湯では、レポーターが全裸で雪の中に飛び込む描写もあったようだ。それで警察が、番組スタッフに出頭要請されたぜ。そら、そうなりますわな。でも番組スタッフは、11PM に自信があり、出頭は警察に喧嘩に行く感じだったとか。今の時代なら即アウトっすね。そんな、11PM の高視聴率だった回を聞きたくないか？聞きたい。どんなお色気があったのかしら？年末恒例、紅白ストリップ合戦だ。全国からストリップ場を集めて技を披露するぜ。年末は家族団らんでストリップね。他にも、東西ストリップ合戦ってのもあってな。1973年に 48% も視聴率を取れたぜ。すっげえ数字を叩き出したね。ストリップは視聴率を救う。というわけで、お色気は視聴率救済の切り札だったな。リアルガチで色な番組だったわね。続いては、ギルガメッシュナイトだ。1991年から1998年まで深夜帯で放送されたぜ。こっちもお色気系？女性向け情報番組ってジャンルだ。ランジェリーファッションショー、ランジェリー歌謡祭などがあったぜ。詳しく聞かなくても内容がよくわかる企画ですな。ギルガ治療院では、委員長のいじり岡田から AV 女優が3サイズの問診を受け、トップレスで指圧師の指圧を受けたぜ。クレームが入って、後に水着に変更になったけどな。そりゃクレーム入りますわ。ギルガメ写真館では女性カメラマンが、グラビアアイドルのヌード写真を撮影したりとかもあったな。なんでもありなのね。あと深夜ってお腹が空くだろ？夜食の料理コーナーもあったぜ。お、いいね。裸にエプロンの女性アシスタントと料理を作るぜ。料理に集中できない。てか、クレームが来そう。番組に苦情がたくさん来た。その苦情を番組内で紹介していたんだ。そんな。だが、その苦情のせいで番組は終了となってしまう。お色気として笑って見過ごせる範囲を超えてるのでは？と何度もクレームが来たんだ。それだけ際どい番組だったのね。これまでグラドルや新人 AV 女優はあまりスポットライトが当たらなかったけど、この番組はタレントとして出演していた。細川文江、飯島愛など有名になった人もいるぜ。姉さんたちを有名にした番組だったのか。だから今でも有名な番組で、語り継がれている。画期的なお色気ってわけか。では続いて、ブナイト2だ。1994年から2002年まで深夜帯で放送されたぜ。私、これ見てたよ。同じクラスの子も見てた。こちらもお色気だけでなく、たまごっちやプレステ2など時事系の話題も扱っていたぜ。私が覚えてるのはお色気だけだけどね。霊夢もご存知の通り、脱ぎ要員がいたり、J カップバストタレントと大きさを比べたり。番組のイメージは、バストと裸って感じだったよ。
もちろん、クレームが入ったぜ。青少年も遅くまで起きている、与える影響を考えなければならない。アダルトばっかりで描写も過激すぎる、など言われていた。親に内緒で、こっそり見てる青少年もたくさんいるだろうな。クレームが入ったからには、改善しなきゃいけないだろ。少しずつ過激がまろやかになっていったぜ。だからテレビはつまらなくなったのよね。また、ラン一世が、トイレは CM 中に、と発言し、スポンサーから怒られて一時降板した伝説もある。お金持ちを怒らせちゃダメよ。続いては四つ目、お色気&危険で有名な、スーパージョッキーだ。ああこれも見たよ。生着替えが有名コーナーだったよね。いろいろ見てるな、霊夢。さすがムッツリスケベだ。いや、私は割とオープンで。って誰がやねん。スーパージョッキーは1983年から1999年まで放送されたぜ。総合司会はビートたけしだ。世界の巨匠。深夜帯ではなく、日曜日の13時から14時に放送されていた。昼間っからお色気って隠す気ゼロでしょ。熱湯コマーシャルのルーレットに当たり、急遽熱湯風呂に入る人は、簡易脱衣所で制限時間内で着替えなければいけない。制限時間が過ぎると、脱衣所のカーテンが落ちる仕組みだな。そうそう。制限時間が過ぎると観客が手拍子を叩いてたよ。終了間際でタオルが投げ込まれ、それで隠すのがせめてもの救いだな。カーテンからたまに見えるチラジリとかあったね。泡風呂生着替えもあったな。投げ込まれたタオルで隠して入るお風呂だ。泡風呂だから、ブクブクとタオルが。想像するな、止まらなくなるぞ。えへへ。飯島愛が生着替えをしている時に、誤って着替え中にカーテンが落ちたハプニングもあった。そんな、姉さん、上半身を見られちゃったぜ。日曜日の昼間から刺激強すぎ。また、生着替えは局アナも対象だったぜ。番組アシスタントの籔本雅子が当たり、生着替えをした。こんなことするために入社したんじゃない。局アナの生着替えは、系列局のアナウンス部から批判があり、以降は女性アナは生着替えしないとの方針になった。よかった。だがその後、大神泉アナがガラス張りのボックスで着替える、スケスケ生着替えに当たってしまったぜ。方針の意味ないじゃん。ルーレットに局アナを入れるなよ。大神は生着替えも熱湯風呂も拒否。これも仕事だろと批判が殺到したぜ。今じゃ考えられないことが起こりすぎてる。大神はそのまま番組を降板したぜ。なんて言いますか。考え方が今と全然違うよね。現代なら、大神に同情する声が多い気がする。また、未成年タレントも生着替えしていたし。今なら大事件だよ。生着替えは女性だけじゃない。男性タレントも行ったぜ。おっさんのは見たくないけど。たけし軍団やダチョウクラブがわざと制限時間を超えてカーテンを落とし、全裸でスタジオを走り回った。見たくないんですけど、カットしといてくれ。生放送でやっちゃったぜ。いやー、なんて日だ。あとはやっぱり、熱湯コマーシャルで、熱々風呂に入っている間だけ番宣できるのも昔を感じるな。昔は番宣も体を張ってたよね。今は簡単に番宣できる時代だにゃ。熱湯風呂は芸人だけじゃなく、スマップの香取慎吾、V6 の森田剛も入ったぜ。ジャニーズがポロリとかダメっしょ。そんなスーパージョッキーが、2005年から2009年まで24時間テレビの深夜枠で復活したぜ。生着替えも復活だ。え、ポロリしていいの？ポロリ防止のために、服の下に水着を着ていたぜ。なんだ？ハプニングとドキドキが楽しかったのに。あと、スーパージョッキーは命からがらのハプニングもあったな。危険な目にあったの？人間が入った巨大サイコロをスキー場で転がしたんだ。玉袋筋太郎が入ったサイコロがスキー場の谷底に落ちちゃってな。それ、ガチでやばいじゃん。筋太郎は気絶して、現場は凍りついたらしい。今なら大事件よ、マジで。当時は湾岸戦争をしていてな。筋太郎は当時を振り返り、俺の方がよっぽど戦争だった、と死にかけた日を語ったぜ。マジで無事でよかったよ。では続いて、寝る様の踏み絵。こちらは1995年から1996年まで続いた、お見合いバラエティで、トンネルズが司会だ。お見合いなら親が見るのを許しそうだけど？出演するのは、現状に不満がある男女のカップル10組だ。元さやに戻るか、スワッピングするか判断するぜ。スワッピングって、相手を交換するってこと？交換して新しい相手と交際するんだ。スワッピングしたカップルが1年以内に結婚する、または結婚予定の場合は、番組から10万円が送られるぜ。マジっすか？
10万円のためなら、フェイクでスワッピングカップルになって、結婚予定ってできるじゃん。そんな簡単な話じゃないぜ。番組では、彼氏彼女の前で違う相手とポッキーを両端から食べたり、氷を口移しする。おう、それはそれは。普通に愛し合ってるカップルでも、そんな相手の姿を見たら別れたくなるかも。スワッピングする場合は、ガラス張りのモニターに映される彼氏彼女の画像を踏む。だから踏み絵って番組名につくのね。氷を口移しなど過激な内容から、内容が過激すぎる。不倫を推奨してる、などと批判されていたぜ。何時枠の番組だったの？火曜日の21時から22時までだ。それなら良い子は寝てる時間じゃない？リアルガチお色気よりも、かなり平和な内容だよ。そういう考え方もあるけどな。日本 PTA 全国協議会のアンケートで、子供に見せたくない番組第2位だったのも事実だ。納得いかないんだけど。では最後の6つ目。テレビジョッキーだ。スーパージョッキーの前身の番組だな。こっちもお色気系？いや、グロ系で親から嫌われていた番組だぜ。最後にグロスか。テレビジョッキーは1971年から1982年まで続いた番組だ。こちらも日曜日の13時台の放送だぜ。日曜日の真っ昼間からグロテ。電話帳から選んだ人に電話でクイズ、モテない男性や女性が同乗した観客に付き合ってもらうなど、割と平和なコーナーもあったな。同乗して付き合ってもらうって、平和か？今までの過激な内容からしたら、かなり平和だろ？あかん、感覚がおかしくなってきた。問題なのは、奇人、変人コーナーだ。変わった特技を持った人がスタジオに登場するぜ。変わった特技？剣山の上で寝る。牛乳とコーヒーを飲んで目からコーヒー牛乳を出す、おならに火をつけるとかだな。いやいや、宴会芸でも、そんなんやらんわ。虫系もあったな。ミミズをザルそばのように食べる。ゴキブリを飲み込むとか。いやー、見たくない絶対にあかんて。日曜日の昼間なのに、すごいことをやっていたんだ。チャンネルをパッと変えて、Gを飲み込む姿なんて見ちゃった日にはトラウマで眠れないよ。Gを食べた男性は、小学校または中学校の娘と出演したぜ。で、ウジ虫を炒めて食べた。おえー、娘の前でかよ。Gを食べた時にスタジオは騒然とし、お食事中の方はテレビを消してくださいとアナウンスしたそうだぜ。テレビを消してとか、ありえないアナウンスやん。その後、この男性が丸坊したとの都市伝説まであるぜ。Gがお腹で大量発生したとか。マジかよ、あくまでも都市伝説だ。信じるか信じないかはあなた次第だな。それにしても強烈な話だったわ。最後の G の話に、全部持ってかれた感じ。良い子は真似しないでね。したくないわよ。というわけで、親に見るのを禁止されたであろう昔懐かしの番組でした。昔はほんと、刺激的な内容だったね。アドレナリンが大量放出したわ。あなたが見たことがある番組はありましたか？感想をコメントで教えてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。